どうも、ビタ製麺所のつけ麺 P です。皆さん、もうすぐゴールデンウィークですね。ゴールデンウィークといえば、本来であれば海外旅行行きたいですよね。ただまあこんなご時世なもんで、今はちょっとお家でおとなしく過ごしていただければなと思います。皆さん一緒に頑張りましょう。さて、海外旅行といえばですね、まあ、この外出自粛とか、まあコロナウイルス関連の騒動の傍らでですね、実は三田製麺所の方でも大規模なキャンペーンが中止の憂き目に遭うという大事件がございまして、こちらですね、三田製麺所ワールドツアー、世界各国モチーフのつけ麺および混ぜそばを開発して、でそれを5ヶ月連続で販売していくっていうキャンペーンなんですけれども、これらの商品に付随して、で様々な企画も検討してたんですけれども、それが全て、まあ、コロナ騒動の余波を受けて、まあ、4月いっぱいで中止という形になってしまったんですね。で今日はですね、なぜ中止になったかっていうのを、まあ、そのどういう部分が一番クリティカルにダメージを受けたかっていう部分を解説していくとともにですね、まあ、あちらでちょっと今大魔神が調理中なんですけれども、それを食べていって解説して、で、まあ、今年の販売は難しいということで、で一旦これらの商品をちょっと供養しようと思いますので、ぜひご覧いただければと思います。じゃあまずしくじりポイント1、まあ、この商品各国モチーフといって国を紹介していくと、まあ、4月からイタリアで、5月中国、6月アメリカ、7月は日本ですね、で8月がフランスという内容になってるんですけれども、なんと旅行会社さんとちょっと協力して、まあ、各国の商品販売中にキャンペーンを展開して、まあ、旅行券が当たるみたいな、そういったものを検討していたんですけれども、まあ、いけるわけねえだろう。そしてしくじりポイント2、まあ、三田製麺所ワールドツアーの開催期間中にですね、対象商品を食べると、スタンプが1つもらえるんですね。でこのスタンプカードの方を5個貯めるとですね、こちらの三田製麺所オリジナル橋がもらえるというキャンペーンをしていたんですね。ただ今の昨今の情勢で、その実来店してくれっていうこともはばかられますので、まあ中止せざるを得なくなったっていう要素がありますね。非常にこのスタンプカードも、パスポートをちょっと模して非常にこだわりがあったんですけれども、中止の憂き目となってしまいました。でしくじりポイント、これが最大のその3になるんですけれども、まあ、本来2020年はあの大規模スポーツイベント、国際的スポーツイベントがやるということで、グローバルな盛り上がりが非常に期待されてたんですけれども、それでですね、このワールドツアーというワールドワイドな企画を弊社でもやろうと思ってたんですけれども、まあ、皆さんご存知の通り、延期ということになり、じゃあこれもうなんでやってんだっていうのが分かんなくなってきたんですね。というわけでですね、まあ、当企画は4月いっぱいで中止ということになってしまったんですけれども、まあ、やっぱ秋口から開発してたということもあり、まあ、これらの商品に非常に私としても愛着ありますし、花を手向けたいということ で今回ちょっと一品ずつ食べていって、まあ、供養ができればなというのが今回の動画の趣旨です。またね、コメントとかで、まあ、美味しそうとか、ぜひこれ食べたいとかっていうのがあれば、まあ、落ち着いた方がですね、まあ、来年、再来年になるか分かんないですけれども、まあ、再販できる機会があればなっていうのは思いますので、ぜひコメントと、チャンネル登録の方お願いします。じゃあ調理が終わったようなので早速食べていこうと思います。お待たせしました、シェフの気まぐれパスタ。違うトマトつけ麺ボーノです。お、すごいトマトとオリーブのいい香りが漂ってきますね。じゃあ早速いただきます。いや、魚介とトマトが意外とすごくマッチしてとても美味しいですね。そうだね、あのオリーブオイルを入れると、はいはい、魚介とトマトが喧嘩するように、はい、あ、なるほど、意外とマッチするんだよね。あ、オリーブオイルが仲介役になる、うん、はい、なるほどなるほど、うん、なんと生ハムが乗ってるんですね。まさかつけ麺屋で生ハムを食べれることがあるとは思いませんでしたけれども、いただきます。ちょっとつけまして、うまいっすね。思わずおーのーまあこちらのトマトつけ麺ボーノは、まあ、今も一応販売をしてはいるんですけれども、まあ、臨時休業になってしまって、営業短縮になってしまって、すごい不本意な販売形態になってしまっているんで、まあ、一応ここでちょっと供養をしたいと思います。
2品目ができたようなので早速食べていきましょう。はい、マーラー薬膳つけ麺です。非常にスパイシーな香りがするんですけど、これ何の香りなんですかね。これフォアジャーと八角の香りです。あ、なるほどなるほど。じゃあ早速いただきますぞ。あ、すごいしびれますね。なんか食べたことあるような味しますけど、うんうん、どういうイメージなんですか。火鍋のスープを煮詰めて煮詰めて煮詰まったらつけ麺のスープとしてすごくマッチするんじゃないかなって思って開発してみたスープです。まあ、本物の火鍋のようにですね、キクラゲですとか鶏肉ですとか、まあ、いろんな具材が入ってて、で非常に異国情緒を感じる味わいですごい美味しいんですけれども、まあ、残念ながらこちらは、販売中止ということになってしまったので供養していきたいと思います。では、マーラー薬膳つけ麺よ安らかに。